リズボンのスカイラインリズボンはポルトガルの首都で同国最大の都市である。地域人口は54万7631人を要し、地域面積は84.8平方キロメートルに、杉内がその分高い人口密度を保持している。リズボンの都市的地域は行政区としての地域を超えて広がっており、人口は300万人を超え、 面積は958平方キロメートルを占めており、欧州連合域内では11番目に大きな都市圏を形成している。空から見たリスボン市街約303万5000人の人々がリスボン都市圏に暮らし、ポルトガルの全人口の約27%を占めている。リスボンはヨーロッパの大都市では最も西にある都市であると、同時にヨーロッパの中で最も西側に位置する。 政府首都でもある。ヨーロッパ諸国の首都の中で唯一の大西洋岸にあるリスボンはイベリア半島の西側、ペイジョ川の下半に位置している。リスボンは金融や商業、出版、娯楽、芸術、貿易、教育、観光といった様々な分野で重要な都市であることから世界都市とみなされている。ポルテラ空港は2012年2530万人の 旅客を扱い、高速道路や高速列車アルファペンドラールにより、ポルトガルの他の主要都市と結ばれている。南ヨーロッパでは、イスタンブール、ローマ、バルセロナ、マドリード、アテネ、ミラノに次いで7番目に多くの観光客が訪れる都市で、2009年には174万人の観光客が訪れた。リズボンの総所得は、 世界の都市で32番目に高い位置を占めている。ポルトガルの多国籍企業の本社は、ほとんどがリスボン地域に置かれており、世界では9番目に多くの国際会議が開かれる都市でもある。また、ポルトガルの政治の中心で、ポルトガル政府の主婦やポルトガルの大統領官邸が置かれているほか、リスボン地域やリスボン県の中心でもある。世界的にも古い歴史がある都市の一つで、 西ヨーロッパでは、最古の都市であり、現代のヨーロッパの他の首都であるロンドンやパリ、ローマなどよりも数百年遡る。ガイウス・ユリウス・カイサルは、フェリキタス・ユリアと呼ばれるムニキピウムを創建し、オリピソの名に加えた。5世紀から一連のゲルマン人部族により支配され、8世紀には、ムーア人により攻略された。1147年、ポルトガル王国の建国者、 アフォンソイ世下のレコンキスタでのリスボン攻防戦で、ポルトガルはムーア人からリスボンを脱回する。以来、リスボンはポルトガルの主要な政治、経済、文化の中心となっている。ほとんどの首都と異なり、リスボンのポルトガルの首都としての地位は、法令や書面の形式では公式に認められたり確認されたりしていない。首都としての地位は、 憲法制定会議を通じて事実上の首都として、ポルトガルの憲法に定められている。リスボンには、欧州薬物、薬物依存監視センターと欧州海上保安機関の二つの欧州連合の専門機関が置かれている。ルゾホニアの世界の首都と呼ばれ、ポルトガル五諸国共同体の本部が、ペナフィエル白宮殿に置かれている。ベレンの塔とジェロニモス修道院の二つは、 ユネスコの世界遺産に登録されている。さらに1994年、リスボンは欧州文化首都になり、1998年にはリスボン国際博覧会を開催、2020年に欧州グリーン首都に選ばれた。スポットからのリスボン都市圏地域の聖社図リスボンはイベリア半島に位置している。市街は西南ヨーロッパの大西洋岸に位置する定所川。 川口の湾の北岸に位置している。川幅が広がっていった定所川は、大西洋に注ぐ最後の数キロの川口部分は狭くなっていく。岸からはいくつかの丘が隆起しており、リスボンには高い丘や、深い谷がある。リスボンの最高地点は226メートルで、市街は長い間定所川に沿って開けていた。20世紀以来、内陸部にも都市が開けている。リスボンの最西部には、 モンサント森林公園があり、10平方キロメートルを占め、ヨーロッパでは最大規模の都市公園で、地域面積の10%を占めている。リスボンの地域面積は84.94平方キロメートルを占め、他の大都市とは異なり、歴史的な中心の狭い範囲が地域として定められている。他の都市化されたリスボン都市圏地域は、一般的にオーリスボン圏として知られ、 実際にはいくつかの都市や自治体に定められており、アマドーラやケルシュ、アグアルバカセン、オディベーラシュ、ローレシュ、アルマーダ、バレル、セーシャル、オエーラシュなどがある。リスボンは亜熱帯、地中海性気候に属し、穏やかで暖かな冬と暑い夏がある。年間の平均気温はおおむね微中が摂氏21.5度で、夜間が摂氏13.5度で、 海水温は摂氏17.5度である。冬の降雪は稀であるが、1993、1994、2006、2007年に観測された。最寒月は1月で気温の範囲は、おおむね8摂氏15度で、海水温の平均は、摂氏15度である。最寒月は8月で気温の範囲は、おおむね18摂氏28度で、 海水温は摂氏19度である。夏は通常5月から10月の6ヶ月間続く。3月、4月、11月は季節の変わり目で、気温は時折摂氏20度を上回り、これら3ヶ月の日中の平均気温は摂氏18.9度、夜間の平均気温は摂氏12.0度である。 12月、1月、2月は一番、寒い月で、日中の平均気温は、摂氏15.5度、夜間の平均気温は摂氏8.9度である。ヨーロッパの大都市や、首都の中ではリスボンは一番温暖な冬である。降雨は主に冬に見られ、夏は概して乾燥している。年間の日照時間は2800時間で、日中の平均日照時間は12月が4.6時間。 7月が11.4時間である。流行の地区となっているアルカンタラの不当地元のリスボンの住民はより一般的にリスボンの場所を歴史的なバイロで表している。これらの地域の範囲ははっきりとは定められておらず、共通の歴史文化やランドマークとして確認できる建築物、暮らしの水準や地元の雰囲気により表された独特の地区でバイロアルトやアルファマ。 シアードなど様々である。行政教区リスボンの行政教区リスボン市は、行政教区であるフレギジーアと呼ばれる53の会の行政区画に2012年11月まで分けられていた。新しい法律により、フレギジーア数は24に減っている。アルカンタラ今日では完全に中心部になっているが、かつてはダンナルリスボンの郊外に過ぎず、 ほとんどは農場や邸宅が占めていた。16世紀には小川があり、貴族たちが自分たちの小舟で遊覧していた。19世紀後半を通して、アルカンタラ地区は多くの小さな工場や倉庫が立ち並ぶ工業地区となった。100年を経て、この地域では多くの魅力的で古い建物は失われ、小川もなくなった。1990年代初期、アルカンタラは、 多くのパブやディスコにより若者を引きつけるようになった。これは主に、ほとんどが商工業用の建物からなる街の外苑の区域であることから、騒音を生み出すナイトライフと周囲の住宅地域との間の防壁としての役割を果たしていた。一方ではジェントリフィケーションが進み、いくつかの地区では再開発が行われ、街の中心に近く側の景色を望むことのできる、 ロフトアパートや、新しいマンションの開発が集中している。サンジョルジェ城をアラファマのポルタスドソルを走るトラムアルファマ、リスボンでも最も古い地区で、サンジョルジェ城から定所川にかけ南斜面に広がる。地区の名称は、アラビア語の a エルハンマに由来しており、泉や浴場を意味する。ウマイヤ町によるヒスパニアの征服の時期、アルファマは、 市内の大部分を締め西側の売車地区に拡大した。だんだんと、アルファマには、漁師や貧しい人々が暮らすようになり、貧しい地区との評判は今日でも続いている。1755年リスボン地震の時には、首都全体は大きな被害に見舞われたが、アルファマは、複雑で密集した狭い路地と小さな広場により、少ない被害で済んだ。被害から免れた歴史的な地区には、 住宅や小さな店、ファドのバーやレストランなど様々な用途に建物が使われている。新しい建物も建てられてきたが、古い建物も別の目的に利用されたりリフォームされたりしており、現代化の傾向は地区を活気づけている。バイロアルト・バイロアルトはポルトガル語で高い地区を意味し、リスボンの中心地区の一つである。住宅や商業、娯楽の地区で、 若者を引きつけるポルトガルの首都のナイトライフの中心である。バイロはリスボンのパンクやゲー、ヘビメタル、ゴス、ヒップホップ、レゲエなどそれぞれのシーンの拠点でクラバやバーに専門性を与えている。ポルトガルの民族歌謡であるファドは新しいナイトライフでも残っており、バイロアルトに集まる群衆には文化や娯楽の多文化が混在している。バイシャのアウグスタ通り、 コメルシオ広場へ続いている。バイシャバイシャポンパディーナは、リスボンのダウンタウンで、街の中心で、単にバイシャと呼ばれることも多い。バイシャポンパディーナは洗練された地区である。主に、リスボン自身の後に作られ、その名称は、ジョゼ一世下で最小で、ポルトガルの啓蒙時代に、鍵となる人物であった、ポンバル公爵セバスティアンデカルバーリョの中から取られている。 1755年の震災後、公爵はリズボンの再建に関して厳しい条件と建設指針を課し、震災前の地区を特徴づけていた本来の通りは現在の公示上の通りへと変わった。結果として、バイシャポンパディーナは耐震建築の最初の一例となった。建築のモデルは兵士たちを周辺で更新させ、地震に見立てて試験が行われた。注目される ポンパリーナ構造には、ポンパリーナ刑事も含まれ、地震の力を分散することを目的とした、対照的な木製の格子状の骨組みと、火災の広がりを防ぐためテラス管の壁が、屋根材より高く作られた特徴が含まれる。ベレンジェロニモス修道院は、ポルトガル中でも、最も人が訪れる、建物の一つ。ベレン地区は、多くの偉大なポルトガルの探検家が発見の旅に出た、 場所として有名である。特にバスコダガマは1497年にインドへ向けここから旅立ち、ペドロ・アルバレス・カブラルは1499年にブラジルへ向け旅立った。以前の王室の宮殿であった17から18世紀を特徴づけるベレン宮殿があり、現在ではポルトガル大統領の官邸でアジュダ宮殿は1802年に始まったが未完のままである。 ベレン地区で最も有名で特徴となる塔はベレンの塔でそのイメージはリスボンの観光局でずっと使われている。この塔は要塞化された灯台としてマヌエル一世の統治期に建てられ港の船の出入りを監視していた。この塔は定所川の右側の小さな島に建っていて周囲は水辺である。ベレンの他の有名な歴史的建築物にはジェロニモス、修道院があり、 ベレンの塔はこの建物の一部を守るためにも建てられている。ベレンで最も現代的な特徴を持つのは発見のモーニュメントである。ベレンの中心はインペリオ広場で大噴水を中心とした庭園は第二次世界大戦時に設計された。庭園の西側はベレン文化センターである。ベレン地区は最も人が訪れるリスボンの地区の一つである。ルイスデカモイス広場は シアード地区の活動の中心。シアードシアードは従来からのショッピングエリアで昔からの店や現代の店が混ざりかもる通りやガレット通りに特に集中している。地元の人や観光客はシアードで本や服、陶器類を買ったりカフェを楽しんだりしている。シアードで最も有名なカフェにはカフェやブラジレイラがあり常連客にはフェルナンド・ペソアもいた。 いくつかの建物は1988年の火災により消失し、これはポルトガル国民に深い衝撃を与えた。著名な建築家であるアルバロシザがコーディネートした10年を超える再建計画によって影響を受けた地区は復興している。エストレラバロック様式と新古典主義建築のエストレラ大聖堂はこの地区のメインとなる呼び物である。巨大な教会には大きなドームを リスボン西部の丘の上に立っており、遠方からでもよく見ることができる。建築様式は、マフラー国立宮殿に似ており、後期バロック様式と新古典主義建築である。ファサードは二つの首労に、聖人や偶意的な彫刻が含まれる。サンベント宮殿には、共和国議会と首相皇帝があり、この地区にある。パルケ、ダスナソンイスの警官パルケ、 ダスナソニースパルケ、ダスナソニースは、リスボンの新興地区で、リスボン国際博覧会からつながる都市再生計画で、エキスポ98としても知られる。この地区は大きく変化し、パルケ、ダスナソニースには、未来的な要望を与えている。長い間変わらなかった地域は、リスボンの新しいショッピングエリアや、ハイエンドな住宅地に変貌した。地区の中心部には、 オリエンテ駅があり、リスボンの主要な鉄道やバス、タクシー、地下鉄の交通の中枢になっている。ガラスやスチールの円柱は、ゴシック様式に触発されたもので、全体の構造は、日差しや夜のイルミネーションにより、視覚に魅力を与えている。駅のデザインは、バレンシアの建築家サンティアゴ・かラトラバによる。通りは、バスコダガマモールから、博覧会の会場であった。 国際公園へ続いている。地区には新しい建物につながるペデストリアンデッキやレストラン、庭園、リスボンカジノ、国際見本市会場、カモンイース劇場、リスボン水族館がある。アトランティコパビリオンはリスボンの多目的アリーナになっており2万人が収容でき、コンサートやバスケットボールのトーナメント戦などに使用されている。 リスボンの地域人口は2011年現在54万7631人で、リスボン都市圏の人口は国立統計機関によれば280万人以上であった。リスボン都市圏は2つのナッツ3が含まれ、大リスボン圏は、定所川の北岸に沿っており、セトゥーバル半島圏は南岸に沿っている。この2つの地域を合わせて、ナッツ2のリスボン地域が構成されている。 リスボン市域自体の人口密度は、1平方キロメートルあたり6,458人で、ある。都市圏ほとんどの大都市のように、リスボンでも多くの衛生都市や郊外が周辺部に広がっており、およそ100万人以上の人々が毎日ビジネスや雇用によりそれぞれの場所からリスボンへやってきている。カスカイスやエストリルはナイトライフで、最も活気がある近隣の街の一つである。 シントラ・ヤマフラでは、美しい邸宅や景色、歴史的な場所を見ることができる。他のリスボン周辺の主要な自治体には、アマドーラ、オエーラス、オディベーラス、オディベーラス、ローレス、ビラ、フランカデシーラやテージョ川南岸の三角州のアルマダ、バレイロ、セーシャルがある。フェニキアの遺跡発掘、リスボン大聖堂。考古学的な発見から、フェニキア人の影響は、 紀元前1200年に遡ることが提唱され、主な歴史家はフェニキア人の交易地が現代の都市の中心である白球の南斜面あたりを占めていた可能性があると考えている。定所川の河口に保護された港は集落やシリー諸島やコーンウォールへ航海するフェニキア人の船に安全な港を提供するには理想的な場所であった。新しい町は ペニキア語で安全な港を意味するアリスボーと名付けられた可能性があり、リスボンの元になる地名学の説の一つとなっている。他の説では、集落がローマ以前の定ョ川の名称を取ったことが提唱されている。定ョ川の集落は内陸部の部族にとって貴金属や塩、彼らが取った塩漬けの魚の販路や古代に著名であったルシターの馬を売るなど、 交易の中心として重要であった。中世のリスボン大聖堂の下から、紀元前8世紀からのフェニキアの遺跡が発見されたが、現代の歴史家は遺跡は古代の先住民の集落の一つで、せいぜいそれは陶器や工芸品によりフェニキア人との商業的なつながりであったと考えている。リスボンの名称は地理学者でヒスパニア出身のポンポニウスメラにより、 ラテン語でユーラシポで書かれた。その後、ガイウスプリニウスセクンドゥスにより、アラシポと言及され、ギリシャ人は、オリシポやオリシポな、オミクロンラムダヨータシグマシグマイータパイニューアルファーと言及した。伝説によれば、この地はオデュッセウスにちなんで命名され、入植地は、彼がギリシャとの連合から逃れるためイリオスから去った後に創建された。後に、 ギリシャ名はゾクラテン語にオリシポナの形式で現れている。ローマ時代の城壁の一部。ポエニ戦争中のハンニバルの敗北に続いて、ローマはカルタゴの最も価値がある領地であるヒスパニアを奪うことを決意した。ヒスパニア東部でスキピオアフリカヌスにより敗北したカルタゴの軍隊はデキムス・ユニウス・ブルートス・カライクスがリードする西部の和平を許している。デキムスは オリシッポ・オリシポの同盟を獲得し、ミューニセピアム・シーブス・ロマノーラム・フェリシタス・ジュリアとして帝国に統合された。地元の権威者は5 0トルにわたり自らの支配が認められ、税の免除や市民にはローマ市民権の特権が付与され、ローマの属州であるルシタニアに統合されている。ルシタニアの首都はエミレータ・アウグスタであった。ローマの支配していた機関には、 ルシタニア人の襲撃や反乱から入植地の周りには壁の建設を必要とした。アウグストゥスの統治の時代、ローマ人は巨大な劇場やカシアンの浴場、ユーピテルやディアーナ、キュベレー、デーティウスやフリギアの概念からの神殿、それらに加えて皇帝への神殿やフィゲーラ広場の下の大きなネクロポリスやホルム、インスラなど白級と歴史的な都市の中心部の間に建てた。 都市は海賊を排除して進んだ技術を取り入れ、フェリキタスユリアは、ローマの属州であるブリタニアの、特に、コーンウォールやラインとの交易の中心となった。経済は力強く、オリッシュポは、ガルムやワイン、塩、馬の繁殖で知られ、ローマの文化は、荒廃地に浸透しつつあった。幅の広い街道により、ヒスパニア西部や他の大都市であるヒスパニア、タラコネシスのブラから、 アウグスタ、ルシタニアの首都であるエメリカ・アウグスタと結ばれていた。都市は、ジュリーとキャシの二つの一族が占める、加藤制の議会によって支配されていたが、地方の統治は、ローマの名誉総督か皇帝のティベリウスによる、ものであった。住民の大半が、ラテン語の和者という中で、大きなマイノリティのギリシャ人の商人や、奴隷も暮らしていた。オリッシュポは、帝国西側の、 最も大きな都市のように、キリスト教普及の中心であった。最初のリスボンソー主教がパトミアスであった証明や、いくらかの殉教者が、キリスト教迫害の時期にアリメリダのエウナリアなどは、重要な例である。当時のローマ帝国の衰退により、オリシッポは重要なキリスト教の中心となっていった。アラハマのサンジョルジェ城のムアーヒとの城塞。ローマ帝国の崩壊に続いて、 ン族の侵入があり409年から429年に、町は連続してサルマタイやアラン人、バンダル族に支配された。スエビ族は、ガラエキアに王国を制定し、首都を、ブラカラ・アウグスタに置いて、リスボン地域は585年まで支配下に置いていた。585年、スエビの王国は、ゲルマン系の西ゴート族のトレドの王国に一体化、された。この王国は、 イベリア半島のすべてを構成しており、リスボンは、その当時、ウリシュボナと呼ばれていた。711年8月6日、リスボンは、ムーア人の勢力の手に落ちた。これらの征服者のほとんどは、北、アフリカや中東からのベルベル人やアラブ人で、多くのモスクや住宅が建てられ、チェルカモーラで知られる、城壁が再建され、支配機構が確立した。ムラディ キリスト教徒、ベルベル人、アラブ人、ユダヤ人、ザンジュ、サカーリーバなど多様な住民は、それぞれの社会的、文化的な生活様式を維持することが許可されていた。モサラベ語は、ほとんどのキリスト教徒の住民が話す母語であった。イスラム教は、監修として、アラブ人やベルベル人、ザンジュ、サカーリーバの公式の宗教であった。キリスト教徒は、 ツインミーの下では宗教を維持することやジズヤと呼ばれる人道税と引き換えに居住が認められていた。付課税を支払う見返りに、キリスト教徒とユダヤ人はイスラムの軍に参加するようなイスラム教徒に割り当てられた特定の任務から除外され、その安全はイスラム国家によって保障されていた。それ以外は、キリスト教徒とユダヤ人は財産の法律の下では、 契約や義務に関しては、イスラム教徒と等しかった。イスラムの影響は現代でもアルファマ地区に残っており、1755年リスボン地震でも、生き残った古いリスボンの一地区で、多くの場所の名称がアラビア語からもたらされた。短い期間、リスボンは、バダホスの大派であるレグーロエスロブの街の中心で、その時は、独立した大ァとして、リスボン大ァであった。 1147年のリスボン包囲でのムーア人の降伏。1108年にリスボンは、ノルウェーのシュグル一世が率いる十字軍により、攻略されたが、彼らは聖地へ向かうノルウェー十字軍の一環であった。しかし、1111 11年に再び、ムーア人の村ト城に再征服されている。1147年に、レコンキスタの一環として、アフォンソ一世率いる十字軍の騎士は、 リスボンの包囲と再征服を行った。当時、リスボンの街には約15万4000の市民が暮らしていたが、キリスト教の支配に戻った。ポルトガルのレコンキスタやキリスト教の再生率は、リスボンの歴史にとっては、最も重要な出来事の一つで、年代記である、リスボンの制服に関してに描写され、地元の聖職者は十字軍により殺され住民は、 聖母マリアに祈ったと伝えている。アラビア語は、街の日常の生活から失われ、多く残っていたイスラム教徒の住民は力ずくで、カトリックに改収させられるか追放され、モスクは破壊されるか、キリスト教,教会に変えられた。1179年にリスボンは、最初の特許書を受けたが、アンダルスからは、定期的にイスラム教徒の侵略者が住民を捕らえ、奴隷にしたり、 宝物を奪うなど、キリスト教徒が支配するイベリアの王国に挑戦し続けていた。1189年のリスボンに対する襲撃では、ムワヒド町のヤーグーブ・マンスールは3000人の女性や子供を捕らえていった。1255年、リスボンは新しいポルトガル人の領土の首都となり、その中心部に位置した。1290年には、 最初のポルトガルの大学がディニス一世によりリスボンに設立され、長年ステュディウム・ゲネラーレは断続的にコインブラに移転し、16世紀には高級的にコインブラ大学として設置された。中世の最後の世紀にはリスボンの街は大幅に拡張され、北、ヨーロッパや地中海の都市療法にとって重要な公益地となった。最も古くから知られた。 リスボンの情景クローニカでドムアホーンス・アン・リックスから。バイ・ドアルペ・ガルバオン15世紀から17世紀の大航海時代、多くのポルトガルの遠征隊がリスボンから旅立って行ったが、この中には1497年にインドへ遠征したバスコ・ダ・ガマも含まれる。1506年には3000人のセファルディムのユダヤ人が虐殺された。16世紀は、 リスボンの黄金期で、リスボンの町は航海で獲得した豊富な香辛料や、奴隷、砂糖、織物、他の様々な商品により、ヨーロッパとアフリカ、インド、極東、の地には、ブラジル植民地との交易の中心であった。この時代、豊富なマヌエル様式の建築が、盛んになり、多くの16世紀の建築物にはその足跡が、残されている。この様式には、 ベレンの塔やジェロニモス修道院など世界遺産に登録されている建築物も,も含まれる。16世紀のリスボンの描写はダミアンイコールデイコールボイスにより書かれ、1554年に表されている。ポルトガルの独立は1580年のイベリア連合の後に失われている。リスボンでは貴族やブルジョワ階級がクーデターを組織し、1640年12月1日に、 成し遂げ、ポルトガルの独立は回復したが、それと共に、ポルトガル王政復古戦争が始まった。1640年の革命により60年間続いた、スペインハプスブルク朝の下でのポルトガルとスペインの二重君主制は終わりを迎えたが、1640年から1668年の間にポルトガルとスペインの間では定期的な衝突が続き、これと同様に、 より深刻な短期間の戦闘が、リスボン条約が調印されるまで続いた。18世紀初期、ブラジルからもたらされる金が、ジョアン五世が、バロック様式の教会や劇場を街に建築する、ことを可能にした。リスボン地震で破壊された、リベーラ宮殿。18世紀以前、リスボンはいくつかの大きな地震を経験している。14世紀には8回。 16世紀には1531年の1500個が破壊された地震や3つの通りが消えた1597年の地震を含め5回、17世紀には3度起こっている。1755年11月1日にはリスボン地震が起こり、当時人口20万から27万5000人であったリスボン市民のうちおよそ3万から4万人の市民が地震と津波により、 犠牲になり、市内の建物の85%は破壊された。これによりいくつかの市内の重要な建物が失われ、リベーラ宮殿やオリツトドスオスサントス病院は失われている。沿岸部では、リスボンから北へ80キロ離れたペニシェなどでは多くの人が津波にさらわれた。リスボンから南に30キロのセトゥーバルでは、水が建物の2階にまで達している。 ポルトガル南部のアルガルベでも破壊は著しく、津波が沿岸部の要塞や低地の多くの住居を破壊している。いくつかの地点では津波は30メートルに達していた。アルガルベ沿岸の町や村のほとんどは大きな被害に遭っているが、ファロは砂丘により免れた。ラゴシュでは波が城壁の一番上まで達している。多くのポルトガルの沿岸は地震そのものの被害よりも、 津波の破壊的な影響の方が悲惨であった。ポンバル公爵セバスティアン・デカルバーリョのリスボンを再建するための精通した計画。1755年のリスボンは当時ヨーロッパでも最大規模の大都市で、この大惨事はヨーロッパ中に衝撃を与え、全体の心理に深い印象を与えた。この地震の後、市外はポンバル公爵セバスティアン・デカルバーリョの計画によって、 大規模に再建された。下町では媒社ポンバリーナの開発が始まり、中世の町を再建する代わりに、ポンパル公爵は地震の後も残っていた建築物を取り壊し、近代的な都市計画の原理に従って中心部を再建することを決めた。二つの長方形の配置の広場である、ロシオ広場とコメルシオ広場が再建された。建設中のロシオ駅。 1886年頃、19世紀の最初の年、ポルトガルはナポレオン・ボナパルトの軍隊に攻め込まれ、マリア一世とジョアン六世は一時的にブラジルに逃れることを余儀なくされた。新しい王がリスボンに戻る頃には、多くの建物や資産は侵略者に略奪されるか、破壊された。19世紀、リベラルな動きは、都市の景色に新たな変化をもたらした。 主要な地区であるバイシャやシアード地区では、タバコ店やカフェ、書店、クラブ、劇場、店舗などが急増した。商工業の発展は、都市の発展を決定づけ、リベルダーで大通りは北側に伸び、通り自体は、定所側から続いている。リスボンは1908年のカルロス一世の暗殺の場所で、これにより2年後に、共和国が成立する。リスボンでは、 数世紀の休止の後、1911年に大学が再び設立され、以前の専門学校や他の大学でない高等教育の学校が改革、統合された。第二次世界大戦中、リスボンはわずかしかなかった中立のヨーロッパの大西洋側の港でアメリカへ向かう難民にとっては主要な玄関口で、スパイにとっては避難場所であった。10万人を超える難民が、 ナチスドイツからリースボンを経由して逃れることができた。エスタドノボ統治期、リースボンは傍聴しナショナリストやモニュメント的な計画により、国内の他の地域ではコストが加算だ。新しい住宅や公共の開発が建設され、ベレン地区では1940年のポルトガル博のために変えられ、人口増加により、外周に沿って新しい住地が現れた。 20世紀にはリスボンは3度の革命が起こっている。最初は1910年10月5日革命で、これにより、ポルトガルの君主制が終わり、非常に不安定で汚職の多いポルトガル第1共和制が成立した。1926年5月28日クーデターにより、第1共和制は終わりを告げ、独裁ながら安定したエスタドノボ、またはポルトガル第2共和制が統治することになった。 最後の革命は1974年4月25日に起こったカーネーション革命で右翼のエスタドノボは終わり改革が行われ現在のポルトガル第三共和制となった2007年にジェロニモス修道院で署名されたリスボン条約1990年代多くの地区は改修され歴史的な地区では近代化の計画が制定されたいくつかの地区では 建築様式や遺産となる建物の再取得、定所側の北側周辺では、レジャーや住宅などに用途変更、バスコダガマ教の建設、市の東側の地区では、リスボン国際博覧会のために用途の変更などが行われ、博覧会は、バスコダガマがインドに向けての公開から500年を記念して開催されている。1988年に火災により多くのシアード、 地区の18世紀のポンバル様式が消失した。一連の修復により地区は以前の姿を取り戻し、高水準のショッピング地区になっている。リスボン戦略は欧州連合の経済に新しい活力を与えるための欧州連合の協定で、リスボンで2000年3月に調印された。2007年10月にリスボンでは欧州理事会が開催され、 欧州連合の新しいガバナンスモデルについて合意に達した。その結果、リスボン条約は2007年12月13日に署名され2009年12月1日に発行した。サンカルル市国立劇場リスボンでは多くの博物館も訪れることができ、有名なものの中には国立古美術館、国立アズレージョ博物館、グルベンキュアン美術館、国立衣装、 ファッション博物館、ベラルド現代近代美術館、ベレン文化センター、リスボン電力博物館、国立馬車博物館、国立東洋博物館、ピメンタ宮殿などがある。リスボンのオペラハウスであるサンカルルシ国立劇場は、主に秋や冬に文化的な日程が組まれ活動している。他の主要な劇場や音楽堂には、ベレン文化センター、マリア二世国立劇場、 カルースト・グルベンキアン財団、テアトロ・コメイイースがある。クリスト・レイゾは、定所川南岸のアルマダに建てられているが、両手を広げ市街を見下ろす像は、リオデジャネイロにあるコルコバードのキリスト像に似ており、第二次世界大戦後に、ポルトガルが戦争の恐怖や破壊から免れたことの、感謝を記念して建てられた。エドワルド・七世公園は、リスボン市内では、 モンサント森林公園に次いで2番目に広く、下にはリベルダーで通りが続いており、多くの花壇や緑地があり、常設の熱帯植物園エストゥファフリアがある。公園の元の名称は自由公園で、1903年にリスボンを訪問したエドワード7世に敬意を示し解明された。リスボンは以下の都市と姉妹都市の関係を結んでいる。ポルトガル貯蓄銀行は、 リスボンを拠点とするポルトガル最大の銀行欧州でも最大規模の港であるリスボン港リスボン地域はポルトガルの地域では一番富裕な地域で欧州連合の平均 GDP を上回っておりポルトガルの GDP の45%を生み出しているリスボンの経済は主に第三次産業を基盤としているポルトガルで事業が行われている 多国籍企業の本社のほとんどは大リスボン県に置かれ、特にオエーラスは県庁である。リスボン都市圏は工業化が進んだ地域で、特に、定所側南岸は著しい。欧州金融危機以前のリスボン地域の経済は、急速な経済成長を示しており、GDPPPP は22,745ユーロ、23,816ユーロ、25,200ユーロと、推移していた。 リスボン都市圏地域の GDP は2014年時点で963億ドルで、一人、あたりでは32,434ドルである。リスボンはヨーロッパ大陸においては、金融部門の成長や欧州の大西洋沿岸では1位や2位を占めるコンテナ港があることから、主要な経済センターの一つである。ユーロネクストリスボン証券取引所は、アムステルダムやブリュッセル、 パリなどの証券取引所とともに運営されているユーロネクストの一部である。リズボンの工業で石油は大きな部門を占め、ペイジョ川を流域では製油所や織物工場、製粉所、造船所、漁業などが見られる。ソブリン危機の EUIMF 救済プラン前には2010年代の10年間に多くの国の公共投資を受けることが予想され、 その中には新空港の建物や新しい橋 30km に及ぶ地下鉄の拡張、巨大な病院建設、マドリードやポルト、ビーゴや他の欧州地域とを結ぶ高速鉄道の接続、街の使用部分の再整備、多くの自転車レーン、施設の近代化や改修が含まれていた。ウンベルトデルガード空港地下鉄路線オリエンテーキ、近郊電車路線。 オリエンテ駅周辺トラム路線、ロシオ駅リスボンの公共交通網は非常に広範囲に広がる。バス、ケーブルカー、路面電車の運営は、コンパニアデカリスで、フェロデリスボアにより一世紀以上にわたって行われている。ウンベルト・デルガード空港は地域に位置している。同空港には、TAP ポルトガル航空が、 本社や拠点を置いており、EGZ やシリアル ATA インターナショナル、ユーロアトランティック航空、ポルトガリア航空、ホワイトエアウェイズ、ハイフライ航空も拠点を置いている。新リスボン空港の建設が提案されたが、ポルトガルやヨーロッパの経済危機、新空港の必要性に関する長い議論のため計画は保留されている。地下鉄リスボンメトロは、 総延長 45.5km に達し、リスボンの動脈として内陸部や東部の地区を結んでおり、現在では郊外部や空港にも通じている。路線の拡張計画では北部や西部の地区と結ぶ計画もある。国鉄ポルトガル鉄道が運行するリスボン近郊鉄道がアザンブジャ線、シントラ線、カスカイス線、サド線の4路線で運行されており、 都心部と郊外を結んでいる。私鉄私鉄のフェルタグスが、定所川に架か,かる4月25日橋を渡り、セトゥーバルとの間の路線を運行している。リズボンの主要駅はポルトガルを南北に縦断する、本線上にある、オリエンテ駅、ローマ・レイイイロ駅、エントレ・カンポス駅、セッテ、リオス駅であり、その他、カイスド・ソドレ駅、サンタ・アポローニャ駅、ロシオ駅などがある。 路面電車リスボンの従来からの公共交通機関には路面電車があり、19世紀に導入された当初はアメリカから輸入されたものであった。まれにアメリカーノズと呼ばれることもあった。初期のトラムは現在でもカリス博物館で見ることができる。現代的な車両が走る15系統以外は、リスボンの市電は4つの車輪を使った20世紀初期に、 遡る小さな車両が使われている。これらの特徴的な黄色の市電は観光客にとっては現代のリスボンの象徴の一つで、その大きさは急な坂や市街地中心の狭い通りに適している。リスボンには近代的なライトレールの路線はないが、郊外部では新たな路線も計画されている。路線バスリスボンからの路線バスはバイメーカーロードビアリアでリスボア、 トランスポーテススルドゥーテジョ、ボアビアジェン、バラックウェロなどの主要な運行事業者により行われ、市内の異なったターミナルから運行されている。リスボンからは、郊外部やポルトガル各地に向けて、高速道路網が伸びている。周辺部には2、クロール、クロールの3つの環状線が通る。橋梁リスボンは2つの重要な橋により、テージ所川を渡った地点と結ばれている。 定助川に架か,かる三つ目の橋の基礎はすでに敷設されているが、ポルトガルやヨーロッパ全体の経済危機のため全体の計画は延期されている。フェリー定助川を渡る他の手段として、フェリーも使われている。フェリーの運営事業者であるトランステホソフラッセは、リスボンのそれぞれ異なった地点からカシーラス、セシャル、モンチジョ、ポルトブランダン、トランファリアの間は、トランステホのブランドで、 バルイロエはソフラッセのブランド名でそれぞれ運行しているリスボン新大学のメインキャンパスとレクトリーリスボン市内には様々な私立や公立の小中学校や幼稚園があり大リスボン県地域には聖ジュリアン学校やリスボンカールッチアメリカンインターナショナルスクールセイドミニクインターナショナルスクールリスボンドイッツ学校インスティテートエスパニョールデリスボア リーセ・フランセ・チャールズ・レピーターなどのインターナショナルスクールがある。リスボンには3つの主要な公立大学がある。リスボン大学は、リスボンでは一番古い大学で、1911年に設立されキューリースボン大学とも呼ばれる。リスボン工科大学は1930年、新リスボン大学は1973年に設立され、あらゆる学問分野の学位を提供している。 国が運営するアイスクトリスボン、ポリテクニック、リスボン工科大学がある。私立の主要な大学には、ポルトガルカトリック大学、ルジアダ大学、ルゾフォーナ大学、リスボンジーチ大学などがあり、他にも様々な大学や機関がある。2007から2008年の学期年で、リスボンの高等教育機関に在籍している、学生数は125,867人で、 うち8万1507人は公立の機関であった。リベルダーで通りにある第一次世界大戦のモニュメントリスボーンでは、ロマネスク建築、ゴシック建築、マヌエル様式、バロック、モダニズム、ポストモダンなど豊富な建築様式を市内中で見ることができる。市内では特に上町の地区で大通りに沿って、歴史的な広い並木道やモニュメントが交わっており、 リベルダーデオー通りや、フォンテスペレーラデメロ通り、アルミランテレース通り、共和国通りなどは目を引く。アトランティコパビリオンは、リスボンではポピュラーで最大の多目的アリーナ。6月13日は、リスボンのアントニオの祝日である。リスボンのアントニオは、パドバの聖アントニオとして知られ、裕福なポルトガルの貴族の子として生まれたが、後に、教会博士として、 貧しい人々に説教をし、死後、劣勢され、成人となった。皮肉にも、サラゴサのビセンテは、リスボンの守護成人として、リスボン大聖堂に残されているが、この成人に関連付けられた祭典はない。リスボンでは毎年、リスボンゲイレズビアン映画祭が開催されているほか、ロックインリオが5回開催されている。ロックインリオは、 世界でも最大規模のポップやロックの祭典である。リスボンでは、リスボンアーキテクチャトリエンナーレ、ファッションリスボン、エクスペリマンティディスイン、ルズボアなどが主催されている。ポルトガル式歩道は1800年代半ばにリスボンで生まれ、この技術はポルトガル語圏に広まった。市内では最も広範囲に残る技法で、すべての歩道や多くの通りはこのスタイルで作られ維持、されている。 ポルトガルの都市では、リスボンはエクスプレス素子が毎年発行する生活条件の調査で最も住みやすい都市と見られている。SL ・ベンフィカのホームであるエスタディオ・ダルス。ポルトガル最大のスタジアム。リスボンには長いスポーツの伝統がある。ギリシャが優勝した UEFA ユーロ2004の決勝や2001年世界室内陸上競技選手権大会。 1983年と1992年に開催された欧州フェンシング選手権2003年世界男子ハンドボール選手権2008年欧州柔道選手権などメジャーな競技大会が開催されている2006年から2008年にかけてリスボンはダカールラリーのスタート地点であったサッカーリスボンにはスーペルリーガでプレーする プロサッカークラブの3チームがホームとしている。SL ベンフィカはベンフィカベンフィカとして広く知られ32のリーグタイトルを獲得しており、これに加え UEFA チャンピオンズカップを2度制している。リズボンで2番目に成功しているクラブにはスポルティング CP で18のリーグタイトルと1964年の UEFA カップウィナーズカップを獲得している。 三つ目のクラブは CF ベレネンセスで、ベレンチクをホームとしており、リーグ優勝は一度だけである。その他のスポーツサッカー以外には、インドアアメリカンフットボール、バスケットボール、ローラーホッケーも、また人気である。リスボンには、ゴルフや陸上、マウンテンバイクなど様々なスポーツ施設がある。毎年3月には、リスボンハーフマラソンが開催され、9月には、 ポルトガルハーフマラソンが開催される。競技施設リスボンには UEFA スタジアムカテゴリー4に対応したスタジアムが2箇所あり、エスタディオ・ダルスは収容人数が6万5000人を超え、エスタディオ・ジョゼ・アルバラーでは5万人以上を収容可能である。他にはエスタディオ・ドレステロがあり、収容人数は3万人を超える。エスタディオ・ナショナルはオエイラスの近くにあり、 3万7千人を収容でき、サッカーポルトガル代表の国際試合やカップの決勝戦に限って大きなスタジアムが市内に建設されるまで使われていた。1967年ヨーロピアンカップ決勝戦が開催された。市内にあるフェルナンド・ペソアのブロンズゾーリスボンのパノラマ、ありがとうございます。